長楽寺長楽寺は、京都市東山区にある自習の寺院。3号は、北山。落葉33所観音霊場第7番札所。円山公園の東南方に位置する。かつての境内地は、円山公園の大部分や新州大屋派の大谷、祖病の大半の境内地を含む広大なものであった。長楽寺は、 一説によれば、延暦24年直命により、最長が延暦寺の別院として創建したのに始まるという。平家物語、勘定巻によると、文治元年には、高倉天皇の中宮ので、安徳天皇の聖母である、賢礼文民が、壇の浦の戦いの後、この寺で出家したと伝えられる。法年の弟子、龍巻はこの寺に居住して、多年儀を唱えた。 龍漢の警父は、寺院名を取って、後に長楽寺儀、長楽寺流、長楽寺派と言われた。取徳2年に、自衆の宗国派がこの寺に入り、自衆の寺に改められた。延京2年、江戸幕府第8代将軍、徳川吉宗により1万坪もの境内地を、没収された。没収された土地は、長楽寺に隣接する新州大谷派の大谷祖病に、 寄進されている。これ以降、寺勢は水微し始め、文化年間には、洋服時に、寺地の一部を譲って、浄土州西山派に改修する。しかし、1870年には、自主有業派に改めた。また、1871年に、常地令によって、境内地を政府に没収された。没収された土地は1886年に、 演山公園の一部とされた。1906年には、自修輸行派の有力寺院である七条道場、根光寺を統合する。長楽寺が所蔵する重要文化財の自修素止像、七区は、根光寺から移されたものである。2008年、文化財を収めた、収蔵庫が、火災によりほぼ全焼した。この際、一辺木造をはじめとするすべての文化財は、 住職らによって、火災直後に運び出されたため難を免れた。本尊の潤太古観音は、天皇即維持にしか開帳されない、直風、厳秘の本尊であり、玉体五時と、皇室安寧祈祷の本尊とされる。その姿は、立像で一面三目十八肘、二匹の竜の上に、連題があり、その上に立っている。伝説によれば、 伝行大師最長が日東の際に海南に遭遇したので、美穂に祈願したところ、二頭の竜にまたがった順、タコ観音が現れて、最長の衣に飛び移ると、たちまち波風が収まったと言われ、その姿を彫ったものであるという。普段は、図子の中に安置されている。また、御前立本尊となっている、阿弥陀如来像は、巣徳天皇持念仏と言われる。 最新の会長は、金城天皇の即位に伴う2019年5月1日から6月16日までの会長となる。なお、本尊両脇には、捨て、最長作の弁才天像と縁味が、インド、中国、日本の三国の土で作ったと言われる、補定尊像が安置されている。十一重石塔雷三葉の墓、雷三木三郎の墓、 平家物語ゆかりの寺であることから、安徳天皇画像、安徳天皇の衣を持って作ったと伝える旗、松久法輪作の県礼門院長像などがある。京都府京都市東山区八坂鳥居前、東入園山町626京都市営バス、京阪バス、祇園バス停から徒歩15分。ありがとうございます。